ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、一線を笑う者は一線に泣く。わずかな金額を粗末に扱う人は、そのわずかな金額のためにいつか泣く羽目になる。たとえどんなに少ない金額でも、決して金銭を粗末に扱ってはならないという戒めの言葉です。現在の通貨単位で言えば、1円を笑う者は1円に泣く、というわね。たかがはした金、などと言って馬鹿にしていたら、そのはした金がなくてがっくりした人、いるんじゃないかしら。コンビニでお財布の中を探したけれど、あと1円あればぴったしだったのに。結局、お札を出して小銭が増えちゃった、なんてことあるよね。たまにお金がギリギリ足りなくて、買うの諦めたり。でも、この先、電子マネーが主流になってくると、自動でチャージされたりもして、そんな事態もなくなってくるのかしら。ちなみに、たとえ少額であっても、積もれば大金にだってなるのだから、契約や貯蓄をするように進める意味合いでも使われたりするよ。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。A penny saved is a penny earned. 今日のチェックポイント。Penny。イギリスの通貨単位です。Save。〇〇を節約する。倹約する。Earn。〇〇を稼ぐ。儲ける。アリサは豚さん貯金箱にいつも1円入れているわ。たかが1円。されど1円。塵も積もれば大金持ちだ。この貯金箱がいっぱいになったら、きっと素敵なお洋服を買うのよ。そんな夢見て今日も1円入れるのでした。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!